北朝鮮の平壌で16日、朝鮮人民軍の式典が行われ、新指導者の金正恩氏が閲兵しました。金正日総書記生誕70年に合わせ、総書記の遺体が安置されるクムス山記念宮殿広場で行われた式典には、金正恩氏が出席しました。正恩氏が日本メディアの前に直接姿を見せたのは初めてですが、発言はありませんでした。式典では、李永浩軍総参謀長が、金正恩最高司令官を決死で擁護すると演説し、軍事優先路線の継続を強く印象付けました。